気では負けても実力ではありません。あそこだけゼロゼロ。ということで本日もベイさんと野球観戦ということで、まあね、昨日はひどい負け方したんですけども、今日勝ってもらいましょう。エイティよーしだ。あーおーしよしよしよし、やっぱ T 違うわ、 T 違うわ、やっぱりよーしよー勝つわ。あーやばたび優勝、2打席連続優勝。もややったよ。どうですか、このもや選手のホームランは。いや最高っすね。最高っすね。見れてないけど手前どっこを探し回ってます。はい、もや選手もね、今勝ち越しホームラン打ったんで、まあ、もや選手のあの長い長い2メートルを超える身長に匹敵して、この手前どっこ長いんですよ。今シーズン初ですね、手前。いや本当にこの前のフランクフルトでも言いましたけど、はい、長いんですよ、うん、長いですね。長い長いパンと長い長いソーセージ、これはまるでね、連想させるような、これをね、ブランボー選手のようなこのような長い長い板前のプロでございます。長い食レポですね。長い長いブランボー選手のような板前のプロです、ね、はい。沖縄焼きそばです。ちょっと成長した姿を見せてくださいよ。いただきます。このね、カツオが踊ってます。カツオ、うん、いい朝さですね、これは。いい朝さ、これはまるで、うん、まさに大城選手です。大城選手のような、やはりね、まあ、沖縄っていうこともあってね、美味しいです。ねえ、なんか食レポのプロとしてはちょっともう少し欲しいなっていう感じなので、ちょっと見本見せていいですか。食レポのプロにはね、麺なんかいらない、このカツオと野菜だけで仕上がるんです、はい、もうね、このカツオと野菜、これだけでもう感じるんですよ、海の風を。このカツオはまるで、まあ、宮古島産のカツオですね。でキャベツが多分これはあの与那国島の産地です。もう分かるんですよ、食レポのプロ。すごいですね、うん、これはまるでマルカーノ選手マルカーノ選手のような沖縄焼きそば美味しいですね。だそうです。いいね、いいね。ホームランはないやろ、本当。太田選手に打たれるよね。まだまだ分かりませんね、これ。これはないやろ。
出しすぎね。贅沢やなこれ。贅沢やな視聴者はこれ。贅沢ですよこれは視聴者の皆さん。2003年大英ホークスや。ニオミア。大物やぞこれは。オッケー、オッケー、オッケー。もらった。これはもらったか。いい試合。よし。よし。もう始まった。よし、お疲れっす。お疲れ。お疲れ。いや、最高すぎて。もう何を言ったらいいか分からない。あのね、もうその試合もね、熱かったことさることながら、観客席も熱かったですね。熱かったね。いや、ほんまに熱かった。マナーは守りましょう。ね、そうですね。うん、まあ、適度にね、まあ、やっぱこういう状況ですから、うん、まあ、しっかりその感情を出したい気持ちは分かるんですけど、うん、抑えつつも。ちょっと抑えて。ね、でもやっぱ、出したくなるような試合だったね、今日はね。いや、ほんまにめっちゃ興奮した。私もすごい、もう何回バンザイしたか。沖縄カレーもうまくて、いや、カレーじゃないし沖縄焼きそば、ハバチューバーの味がして、いや、ほんと板前ドッグも、うん、ブランボーの味がして、いや、ほんとにもう言うことなしですね、今日。なしてか、この20安打、大量得点、これ本当にオリックスなの、このチームは、うん、このチームはちょっとオリックスの中でいうのちょっと疑うレベルの試合。いや、ほんまに、ほんまにオリックスやったんかな、うん、オリックスですよね。あのオリックスです。あの今日優勝決定試合です。あ、ですね。20安打もするチームはこれ優勝するチームですよ、うん、もう決定です。優勝決定試合、確かに今日で優勝決まりました。いや、間違いない。胴上げなかった今日。いや、あった、あった。あの最後中島監督の胴上げがあったんですけど、うん、ちょっとテレビで映ってなかったみたいですけど、うん、僕たちは中島監督の胴上げをこの目で見ました、うん、レイさん的にはどうやった今日の試合は。ね、まあ個人的にはちょっとね、やっぱ推しのね選手がいるんですけど、はい、ちょっとね、あの背番号99番 の、ね、あのラオウ選手、はい、選手、ラオウ選手今日ね出てほしかったですけど、ね、あのずっとスタメンで、ね、はいはいはい、出てたのに今日からベンチでいたんで、うん、ちょっとそれがちょっと、まあ、個人的にショックでした。やっぱね、こういう織姫の方々もいますから、そういう方たちで、やっぱその推しの選手を見つけてっていうのがからオリックスファンになったって方結構いらっしゃると思うんですよ。そうですね。やっぱそういうところもね、込みでどんどんこのオリックスの魅力っていうのを発信していけたらなと僕も思いますよ、はい、オリックスに本当に魅力的な選手いっぱいいますから。本当にいっぱいいます、はい、最後皆さんで優勝やちょっと待って、ので優勝やー